はい、えー、ゲームコレクターの酒館です。本日は2020年の6月27日作館学院ゲームコレクター部スタートです。えー、っと、ちょっと失礼。いやー、すっかりね、今、スマホの充電をしてたつもりが、なんか全くコードが刺されてなくて、今11、11%って出て、どうしようかなと思って、とりあえず今、まあ、いつもこれ、スマホで配信やってるんですけど、 とりあえず充電池探してきて今充電しながらえー、と録画、録画じゃないや、えー、と配信をしています。で、えっ、ー、とですね、チャンネル登録よろしくお願いします。あと、えっ、ー、と、そうですね、ちょっといつもちゃんと言って,言ってなかったけど、えー、とゲームラボをね、6月18日発売のゲームラボ最新号をね、こちら2020春夏の方でもちょっといろいろ書かせていただいてますのでよろしくお願いします。であと、Kindle 本の方でね、あえー、と僕の あの説明欄の方からリンク貼ってありますので、Kindle 本のいろいろ確認ができますので、よろしくお願いします。で、えー、っと、そうだそうだそうだ。えー、っと、今月は、あの東京エンカウント2がね、放送される月だったんですけど、まあ、残念ながらね、あのちょうど収録時期が、まあ、あれですよね、その、緊急事態宣言下での,の時期だったこともあって、 ままあなんだろう、まあ、冬不,況じゃ不要不急じゃないから収録自体は多分できたんだろうけどいろいろとこうねソーシャルディスタンスの問題なりまあまあ、演者さんのソーシャルディスタンスもあるけど多分現場自体のソーシャルディスタンスの問題もあるしね,あの,ねあの番組のスタジオとかあのすごい狭い。 ところでここううあいとととやってるる風景を撮るということからまあ正直あのねこの開けたスタジオとかじゃないからねまあそういうところもいろいろあって総集編だったんですよね。で僕自身があの収録だいたいあの番組の次のシャープを撮る前にまあ最初の打ち合わせの時に僕はゲームの提案をするんですけどあの。 その提案の打ち合わせがあるよって時は最初は本当は集まる予定だったんですけどあの急遽なんかちょうどあの小池さんがあのなんか東京都の,あの引き締めじゃないけどちょっと緩んでるみたいなよく分かんなくなってでね各社そういう打ち合わせ等もなるべくこうやらないようになんてなってる流れの中から僕もその時は急遽なんか市場だけ送ってもらってみたいな感じになってま市、あ、場をお送りして。 でまあソフト選別はやってたはずなんですけどね、途中でそういう風に緊、ね、急事態宣言になっちゃってって感じで、まあ、今回は多分まあ どのくらいか分かんないけどソフトの選別はされてたとは思うんだけどねなんか残念ながらその総集編という流れになってました、まあ、総集編が残念かどうかちょっと僕も分かんないし、まあ、僕も ATX に入ってないから、まあ、実際どういう配信配信じゃないや、えー、と収録じゃないや、えー、と編集がされた映像が出たか分かんないんですけどまあそんな感じでねまあ次の シャープは収録あるのかなみたいな、ちょっと、まあそういう状況です。はい。で、そういうことで、まあ今回は特にこう、これやったよとかいうのが今月はできないんですけどね。はい。で、次。あ,あとあれだ、あの、YouTube のね、なんか、あの、武田恒康チャンネルにかな。 あ,のあれがなんか昨日おとといか配信中にこうバンされるっていうねすごいなんか事件みたいになってましたね、まあ、事件になってたというか、まあ、ネットで話題になってるというよりは僕がたまたま見てただけなんですけどあの番組って結構こう、まあ、ニュースをですね語武田さんがニュースを語る番組なんですけど前半はこう普通に無料配信してて途中からこう有料配信でまあ、YouTube も最近はあれかなその。 メンバーシップとかいうのが始まったんでそっち側でもこうちょっとなんだろう規制の少ないところの配信ができたりとかあとはもともとあそこはあれですよねゴンザボードさんってところはなんか横浜にある横浜市周辺にある会社らしいんですけど調べたらねあそこがやってるやつってのは基本はこう途中まで YouTube で配信しててでも課金部分は基本ニコ生とか オープンレックかああいうとこにに飛ばしたりするような感じにやって,てねあんま YouTube 信用してない部分はあるんですけどでもそういうところでもねそういう規制が入るってねすごいですよねだから僕もほら中国関係のことを話をしてる、ね、配信とかいろいろ見てるとこういきなりクルクルになったりしたり <laughs> あのあ YouTube って規制あるんだすげえなーって思って見てはいるんですけどね youtube 大丈夫なのって感じ、まあ、僕は正直 Google っていう会社を5年ぐらい信用してないんであの正直、まあ、たまにね YouTube やらないんですかって言われることがあるんですけどまい、あ、まだにね僕のかあのアカウントは YouTube のその課金システムのそのアカウントとして登録していざ始めると,と言った瞬間にバンされたっていうね <laughs> あのアカウントなんで未だにあれば。 お金を取れなないアカウントになってるんですまあ、ただだからこ YouTube に動画は置くだけにしてるんですけど、まあ、正直ねそういうのがねある限り僕は YouTube を信用しないんで YouTube で Google を信用してないんでまあそういうところでいくとね、まあ、Google もまあ普通のね日本で仕事をする以上は日本のちゃんと法体系守りつつちゃんと日本の秩序を守りつつあのななんだろうな隠蔽せずにちゃんとあの一つ一つの情報を公開してあの ね、ちゃんと安心して使えるメディアになってくださいってまあ、そんな感じがしています。で、えっ、ー、と、今日のね、予定というか、ちょっと時間がだいぶ経ってしまったんですけど、えっ、ー、と、本日はね、えっ、ー、とファミツさんの方のチャン、えっ、ー、と、チャンネルじゃない,いや、えっ、ー、と、発売、えっ、ー、と、ランキングか、ランキングの方が更新されてたんで、それを見つつ、あと、レビューの方をね、えっ、ー、と、見ていこうかと思いますと。 いうことで、ファミ通さんの、えー、っとゲーム販売本数ランキングなんですけど、えー、っと、今ね、最新がね、えー、っと、えー、っと,6っとっ、6月の15日から6月21日っていうのが最新になってますね。えー、っと、今回ね、初やっとね、先週あたりはちょっとね、 発売新作タイトルが弱かったこともあって、なんかこう、以前のタイトルがちょっと復活してきたりっていうランキングだったんですけど、今週は、あの、The Last of Us。いや、英語表記だと The Last of Us Part 2で、カタカナ表記にすると The が抜けるんですね、これ。ラストオブアスパ Part 2。で、これが178,696本ってことでね、まあ、まあ、2週、3週で20万、三十30万ぐらいいくのかな。 ズルズル行くかどうかっていうのが勝負どころですよね多分で2位「集まれ動物の森」が73,680本で累計で、えー、493万4,168本これ順調に行けば来週、えー、と500万いきそうですよねで3位が、えーと「世界の遊び大全」が 32, 3万2,673本で累計 えー、14万4297本ということでまあ、これも多分じわじわ系でねしばらくこう入ってくるだろうと日本医がリングフィットアドベンチャー 32, 3万2663本ということで103万30008732、えー、本ということで、ね、先週100万超えたんですけどまあ、これもまた1つ電動入りをしましたみたいな感じのタイトルがどこまで続くかねだからその スマブラとかポケモンソードシールドもこう定着はしてるけどまあ、まあ、4, 4桁なんですよ毎週のねこう販売本数あとスプラトゥーンなんかもね。4桁だ4桁のソフトあ販売本数っていうのはこう伸びてもなかなかこう次のねステップに行きにくいんだけどこの2万3万売れてるっていうのがね結構こう積み重ねると結構な数になるっていうんでね、まあ、この辺がなんだろうな。 まあ、ゲームとしてねこう新しさなりねちょっとこうファンがついてないんだけども今どんどんファンが増えてるタイトルのね強みですよね。で四位がはるかあ5位か五位がはるかなる土地の中で7がスイッチで、えー、14,062本。これもう乙女ゲームやっぱり PS4 じゃなくてスイッチだよねっていう数字になったかどうかはちょっと定かではないんですけどもただえっ、ー、と一応恒栄さんのはねなんとなくこう恒栄テクモさんは乙女ゲームに関してはスイッチの方に比重がいくのかなってのが見えますよねで6位が、えー、とナムコットコレクションこれ9532本うんまあこれはわかんないな <laughs> まあニンテンドーハードだからねニンテンドーファミコンのって感じですね で 7, 位7位、8位、9位、10位が、マリオカート8、ポケモン、ソードシールド、スプラトゥーン、ダイラント、スマッシュブラザーズ、あ、11位、マインクラフト、ここまでの5個がね、割とこう定番タイトルがこう並んでますっていう感じで。まあ、正直、この辺は、まあ、ずっとしばらく続くでしょうっていうような感じのタイトルですね。まあ、そこまでかな、見るところは。まあ、あとちょっとバーッと見ていくと、 えーっとね18にズンバで死亡燃焼が2590本これ多分あのフィットネスボクシングだけあのイマジニアのボクシングのフィットネスのゲームが先々週ぐらいまで入ってたんでまあそことこう入れ替わった感じかもしれないですねまあこれがあとここからこう、まあ、まだ不要不急若干続いてるところもあるんでここからどう伸びていくかっていうのが楽しみですねであとは FF7 リメイクはね2383本なんでちょっとこのファミ通の累計で100万円いくのはなかなか死なんですねで24位が、えー、とバリアブルバリ,バリケード NS1876 本新作ですがちょっとこれは数的に弱いですねであとちょっと不思議なのがね言葉のパズル文字ピッタンアンコールが久しぶりに入ってきてるんですよこれね1578本なんですけど累計ってあるわけじゃない今回はね ただ累計で2万5487本ということで前回ランチングからこう外れた時からやっぱ1万本ぐらい上乗せされてるんでまもしかしたらこのえっとあれえっとなんだドリラーねミスタードリラーのあのリメイクみたいなやつが出てるタイミングなのでドリラーと一緒にこうもしかしたらちょっと並んだとかドリラー買おうと思ったけど文字ピッタン買ったとかなんかそういう関連性があるのかもしれません。はい 相変わらず飛び出せ動物の森アミーボプラスは1329本ということで累計51万3607本 3DS とね多分最後のランキングソフトはこのね飛び出せ動物の森で決まりでしょうけどここからあと何週続くかっていうところがまあポイントになるかと思いますでえー、っと次 えっと、ファミツーさんののは終わったんです、次、レビューの方ですね。えっ、ー、と、僕のレビューの方は、えー、と今回3件と未熟少ないんですけども、えっ、ー、と、順番に行きましょうか。えっ、ー、と、Fate ですね。えっ、ー、と、f a t e テトラえっ、ー、とベストコレクション。こちらまた、廉価版のやつ、通常版との比較でのレビューをやりました。はい、これね。で、まあ、通常版がね、 これ、廉価版なんだけど、正直言うと4980円というのがねこれ廉価版として安いのかどうなのかっていう問題が若干あるかなというところですね、まあ、正直僕の中で49%って廉価版に感じないんですよね税別ですしね、まあ、ちょっとここら辺があのちょっと気になりますけどもでそもそもね、まあ、基本的に、まあ、廉価版通常版同じですよ同じタイトルですよはい まあ当然ねこう表記としてはこの,このソフトは、えー、と2016年11月に発売された同タイトルの,との製品と同一内容っていうかこういう注意書きはあるんですまあ当然当たり前なんですけど、まあ、じゃあ何が違うのって、まあ、製品番号バーコードは違うのは当たり前なんですけど、えー、とまあ説明書がないってことですよねでまあ通常版の時には、まあ、当然取説が入ってたとでその代わりここは裏面が真っ白なんだけどまあ取説にね 注意表記を書かなきゃいけないから、まあ、注意表記が取説、取説がない場合、どこに書くかっていうと、このパッケージの紙の裏側に書くと。まあ、そういうことで注意表記がある代わりに、まあ、何も入ってないと。まあ、そういうところですね。だから、もともとのこれが70%かな。まあ、税プラスで8500円ぐらいか。まあ、いくのとこちらが、えっと、40%。まあ、税入れると5000円、400円ぐらいになるかな。まあ、そういうようなね、 ところをこれをどっち買うのっていうとまあどっちも多分今根崩れはしてると思うんでまあそういう取説入ってる入ってないってところをよく考慮した上で買うとよろしいかと思いますで次えー、っとレゴレゴ DC スーパービランスこれ2年ぐらい前2018年ぐらいのタイトルかなでレゴシリーズもあのレゴザムービーレ,違うレゴムービーザゲーム が、あたりからこのシステムとしては、この2013、四、まあ、20年、4年ぐらいかな、PS4 が出始めぐらいに出てきた、まあ、レゴシリーズのタイトルから、ずっとこの、なんだろうな、まあ、3D アクションなんだけど、で、レ、ま、ゴ、あのちっちゃいキャラクターが出てきて、まあ、物を壊したり、敵を倒していつつ、ブロックを壊すと、なんかこう、組み立てると、なんか新しいギミックが発生して、まあ、それをクリアしていってた、たまにこう、 なんかよくわかんないギミックがあるんだけど近づいていくとこのキャラじゃないよみたいに言われてキャラを切り替えて他のキャラクターのギミックでクリアしていくみたいな感じのねゲームっていうのがずーっと出ててで最近去年か去年の3月ぐらいに出たレゴムービー・ザ・ゲームレゴムービー・ツー・ザ・ゲームかそのあの映画の2作目のゲーム化作品まあ実際内容は違うんだけどまあそれが出た時ぐらいからちょっとねレゴゲームのね 方向性が変わったんですけどこのね「レゴ DC スーパーヴィランズ」は今までの方向おっとの流れがねこう続いてるタイトルでただその映画半径ものとかっていうのは割とこう映画ストーリーを追っていくような内容で結構メジャーな映画例えば「スター・ウォーズ」とかね「えっ、ー、とまあ、バットマン」もちょっとどこまで映画かよくわかんないけど「バットマン」があったり「ジュラシック・パーク」があったりとかあとはその「 マーベル系のやつがいろいろ出てたりするんですけどまあ大体ほら映画のストーリーベースにしてるから映画見たことがあるとあこのシチュエーションがこういうアレンジになってるのかまあとにかく目的地行けばいいやってなるんだけどこれね結構ねキャラクターがこうヴィランだからあの要はえー、っとまあマーベルの DC か DC のそのアニメアニメっていうかアメコミックのそのヒーローものの敵キャラの方が主役中になっててでその中にプレイヤーのキャラクターも入り込んでてでこいつらがそのなんか政治の味方たちが何かしら悪者によってちょっとパージされたらなんかであの暴れてるんでこいつのこの政治の味方風のやつらをやっつけるっていうオリジナルストーリーになっててわけわかんないんだけど。 だから戦闘シーンとかやってる途中で仲間がポーンと現れて、まあ、敵みたいなやつらなんですけどヴィランズなんで。でそいつらとこう組んでいって戦っていくんで、まあ、1人か2人でやってるとこう、ギミックもねこいつダメだったらこいつにり切り替えればいいってなって、まあ、切り替えもほら、えー、と三角ボタンを押すだけでね切り替わっていくからやりやすいんだけど。 ステージによって5人ぐらいこう対応してるんですよ。そうするとこいつダメで,で三角ボタンだとか近くのやつにポンって切り替わるだけなんでこいつ違うのは次って時にこううまく回せないんですよね。で L R で回そうとするとなんか L 1かなんかが 撮影ボタンかなんかになっててなんかこう記念写真みたいなの撮るシーンになってたりしていやそれじゃなくて俺はキャラを変えたいんだみたいな感じになってそこはちょっと面倒くさいんですけどまあとにかくねキャラが多いとちょっと何やればいいかよく分かんなくなるっていうあと,あとストーリーがそのオリジナルストーリーなんで、まあ、何やればいいかよく分かんなくなるってところがちょっとせ混乱するかなってただ基本的にはレゴゲーム系のねそうシステムはずっと使われているもので,で最近のやつは結構ヒントをちゃんとくれるんですよね。 正しいキャラクターでそこのギミックに近づくと L3 ボタンかなんか押すとヒントが出るってなってたりとかするんでまあそういう意味ではなんかまず一つ映画系半件系で自分が知ってる映画もののねレゴのゲームをプレイしてあこういうシステムだって把握してからこのヴィランズに入るとまあちょっとねプレイがやりやすくなるかなという感じがしましたで次えー、っとまあルートレター えっとラストアンサーこれビータ版プレイしましまた、えー、とビータ版なんでまあ、正直言うと比較プレイなんであんまり頭の方しかプレイしてないんですけどもともとねルートレーターで2016年ぐらいに出たのかな角川さんがまあ、一応角川なんだっけな。 川ゲームミステリーって名乗っててねまあちょっとミステリーもののイメージまあもしかしたら80年代ぐらいかな90年代80年代かなあの映画とかね角川映画結構全盛期にねああいうようなノリをこうゲームにも持ち込んだっていうような感じの、ね、ニュアンスがあったりはしてなんかこう結構思わせぶりなストーリーのゲームだったわけですよ美しき、えー、ペンフレンド、まあ、少女と書いて、えー、ペンフレンドと読むというね 本気,で本気と書いてマジと読むみたいなそういうのがあるんですけど <laughs> 美しきペンフレンドと過去にとらわれた7人のクラスメートの友だえ物語っていうことでねっていうキャッチがあってで、まあ、なんかすごい真実は果てしなく切ないとか書いてて結構思わせぶりなねこれ美濃太郎さんのねかなで、こういう感じだったんですけど実際遊んでみるとね主人公プレイヤーが操作するマックスってキャラクターが結構横屁キャラでこのペンフレンドは のことを求めてし、ま、島根に行くんだけどペンフレンドはいないなんですよでペンンフレンドの友達たちと話を聞きながら当時の15年前か15年前のねその真相を明かしていくんだけどなんかね結構ねそのペンフレンドの友達っていうのがなんかなんかビッチとか <laughs> えーとなんだえっ、ー、とチビとかデブとか <laughs> なんかそういう仲間ばっかりなんですよ名前が。 ひどいんですよ。まあ親友でと、と親友っていうそののペン、あの友達の名前がニックネームがあるかと謎なんだけどまあそういうような、ね、やつでこれクカクコムさんのねレビューの時に「そのビッチ」って書いたらビッチのところであの NG ワードだったみたいで規制入っちゃってあの今伏せ字にしてあるんですけどまあそんなこともあってねだいぶそのなんだろういろいろ,いろいろと今どきのこう言語を読んでる あの自由な言動をしゃべるところではね規制されそうな感じのゲームでもあるんですけどあの、まあ、まあちょっとねサスペンスっていうかまあなんだろう,こう映画とかで例えば、まあ、役演者さんがこう演じたらこれシリアスな映像にならないぞっていうようなストーリー展開なんですよ。ね。 っていうところでちょっとねあれだったんですけどもなぜなぜかそれを実写にしちゃったのはこれなんですよねでただ実写にしただけじゃないんですよだからあの切り替えればこっちの絵柄でもプレイできるまぁ、あ、これ買えばいいじゃんってなるんですけどまあシステムが改善されてるんで今から遊ぶのは絶対こっちの方がいいんだけどでそれ以外にもその、まあ、まあシステムがどういう風に改善されてるかっていうとあの2週目以降にねその かなりスキップでできるんですよでゲームの作りとしては一、まあ、日一日ねホテルに泊まって一日が始まって、まあ、要は一日事件をこう謎解きっていうかまあ、ね、いろいろ聞き込みとかして戻ってくると一日経過するとまた次の日に便箋を見るとまあペンフレンドの、ね、過去のやつ、まあ、毎日ペンフレンドの便箋を見るんだけど便箋の最後に PS で「何々」ってやり取りをするとこのそこのコメントを4択から何を選ぶか によってその日の展開が変わって、まあその後のストーリーが変わっていくんで、2週目以降はそこだけ変わるんですよ。そこだけ変えて攻略していけばいいような感じの作りになってて。まあ、8日目かな。7日目か8日目ぐらいから、ちょっと後ろの方のね。枝葉の枝葉じゃないやまあ。最後の方のストーリーが変わってエンディングが。 パパターン5パターーンンぐらいあるのかなまあそういう作りのゲームだったんでまあ、正直言うと2周目以降またアドベンチャーさせるのかよっていうのがこの1作目だったんですけど2作目は割とバッサリとそこをスキップできるんでだいぶ遊びやすくなってますでまあその後の売りとしてはその4 だったかなまあ、要はエンディングまで行った後のその後のストーリーが語られてるんですよ、まあ、正直言うとあのかまいたちの夜とかプレイした時の,そのアナザーストーリー的な要はあの殺人事件以外のなんかスパイものとかあったじゃないですか。 ああいうような展開のが最後の2日間ぐらいのところから発生しててそれの続きが見れるんで、まあ、基本的には全部破天荒エピソードになってるんですけどその破天荒エピソードにこの実写がててるからもうわけわかんないんですけど、まあ、だから僕の中ではこのゲームは、まあ、B 級ドラマを見る感覚っていうところがまあいいのかな、まあ、そういう感覚でプレイするのがいいのかなと思ってますちなみに僕はスイッチ版で全部クリアして ますだからビータ版についてはクリアしてないけどまあ基本ね同日発売だしまあ、同じだなんでまあ,であともともとこうビータ PSO とビータのマルチなんですけどまあ、ビータで出てたタイトルの、えー、と改良版なんで文字とかも小さくなくてだいぶ見やすいんでまあ正直今からやるならビータ版でもいいのかなという感じはしていますでえっ、ー、とそれからですね ちょっと、ね、B 級のね何が B 級かってとこれもう少し話をしていくと普通こう実写ものってなると実写のこのキャラクターが喋ってるボイスが流れるじゃないですか普通のゲームの感覚でいくと。だけどあのボイスはこっちのこっちじゃないやこれのそのまあ絵柄のもともとのアニメとかね声優さんが担当してるわけですよ。でそそのその ボイスのままでキャラクターが実写になってるんで、こっちも実はあの同じなんですよ。このこっちだこっちは実写のやつは演者さんがま役者さんがやってるんだけども、声は声優さんが当ててるんで、知ってる役者さんとかがいるとちょっと違和感。でちなみにそのこれ、ね、月のモアさんっていうのはねこの7人の中の1人。 まあちょっとどれがどの役っていうねビッチとかそうね役がどれかっていうのを言ってしまうとまああのねちょっといろいろ問題があるんで誰とは言わないんですけどまあ多分公式サイト言ったら書いてあるからそれで見りいいんだけどまあ月のモアさんがねあのまあ仮面女子の方ですよで僕があの仮面女子のあのゲーム配信って何回か協力してあの実際まあ、YouTube にも多分動画が一緒に出演してる動画が上がってたりするんですけどまあそういうところがあってまあ 当然まあ、まあ仮面女子の方だから多分ねそのライブ行くなりねこう、まあ、配信見てれば声ってわかると思うんですけど僕も声を知ってるだけですごい違和感があるというね <laughs> だから皆さんもなこの中にこう知ってる役者さんなりがいて。 なんか声違うなと思ったらまあ当然違うのは当たり前なんですよ違う声がな流れてるから、まあ、声優さんの聞き応えのある声がこう聞こえてきてで実写の絵柄なんでまあそういう意味でいくとこれも、まあ、バストアップのねこういう絵柄を実写にしたってだけなんで、まあ、まあでも正直言うと、ね、実写版にした時点で、まあ、開発コストの問題もあるけど この声優あ役者さんたちの、ね、声で作ってもよかったんじゃないかなって個人的には思うんですけど、まあ、まあどっちがいいんでしょうねという感じでした、はい、ちなみに仮面女子さんってあれですよねあのネットハイマーベラスさんから出てるネットハイっていうアドベンチャーゲームの中でも なんか敵の軍団かなんかの中に仮面女子の <laughs> メンバーが何人かいてすごい棒読みでこうセリフ喋ってツッコミ入れられるとかそういうようなねやつとかもあったんでまあご興味のある方はね、まあ、ネットハイもちなみにネットハイってゲームはアドベンチャーゲームでえー、っとまあなんだろうなこうネット引きこもり系の人たちのこうバトル。 まあ、二面性のある人たちのガチバトルでこう本性を引き,引き出すというかむき出すというか、まあ、あの出,出させるとちょっとこの本ネ,ット上ネットデビューしてきた人たちの本性がわかるみたいなねゲームなんですけど、まあ、あれはあれで弾丸論破なり、まあ、そういう系の。 やつのまあ、アレンジ系の一本としてね、あの楽しめると思うので、まあ今から買えるかわかんないけど、ぜひねチェックしてみるとよろしいかと思います。まあ、ちなみにそっちは完全に絵なんで、あの仮面女子さんは2,3人多分一応こうオーディションやって選ばれたメンバーがえっ、ー、と喋るボイスが流れるだけで絵は出てこない、実写は出てこないはずです。はい。 で、えー、っとそうですね質問箱1個やっとこうかなえー、っと失敗やミスを乗り越える方法を教えてくださいっていう質問があるんですがうーん、まあ、まあいつも思うんだけどこの手の質問ほんと漠然としてるんですよね。 でもほらネットなんかのね感覚でいくと、まあ、ゲームソフトの開発なんかもそうなんだけど今ってこうある程度更新できるんで正直次成功すればいいんじゃないですか <laughs> うん,なんかだから自分の中でまあ、なんだろうこう注意はする必要があると思うんですよねそのなんか失敗しちゃったとか次は成功しなきゃっていう思いはあるんだけどただなんかこう 果敢にチャレンジすることも必要なんで、まあね、会社レベルで仕事だったらまた違うけかもしれないけど、まあ、個人的な、ね、レベルだと一、まあ、回試してみてダメなら次に行くでもいいからいろいろやってみて、まあ、失敗したなっていうことを覚えつつ次にこう切り替えていけばいいんじゃないかな切り替えるのが問題なのかな乗り越える方法でしょうでも何回かやって成功すればいいんじゃないですかまあ昔のあれですよ 体育の飛び箱とかとはだからそれがほらあのテレビ番組の企画みたいにこう3回しか挑戦できませんみたいになるんだったらダメだけどまあで個人的にちょチャレンジするの何回も練習してれば4回目5回目に飛べるかもしれないからまあそうやって乗り越えていけばいいんじゃないですかね。うん、といったところでで最後にね本日の記念日ゲームですが。 えと1990年の6月27日に、ね、発売された「ブライファイター・デラックス」はい、こちらが、えー、とちょうど30周年ですね「でブライファイター」はファミコンが出て版が出ててで、まあ、ちょっとそのアレンジがゲームボーイで出ててでこれデラックスでゲームボーイでデラックスってのはよくわかんないんだけど、まあ、デラックスが出ててでその後78年ぐらいかな経ってからゲームボーイカラーで えっと、ブライファイターカラーって出てるんで、まあゲームボーイで今から遊ぶならそっち遊んだ方がいいかなという気がしています。ということで以上カ艦でした。おやすみ。